戦国のシュベスタ、星さん。中世ドイツにおける非常に頭が良く鋼の精神力と行動力を持つメス主人公は、その行動力と頭の良さや、メスであるせいで村で迫害されて奴隷として売られてしまう。命からがら逃げ出した先で偶然の医者である女に助けられ、愛情と最高の教育を受けるが、カトリックが女で医者をし、自分たちの陰謀に都合の悪い異端である偶然の医者の女を魔女として殺してしまう。それに激おこぷんぷん丸した主人公がカトリックの悪お虫を殺すように殺してやると復讐するシナリオ。前半から頭脳戦が激しくよくできており、主人公は自分の実力不足によって育ての母の尊厳を守ることができないという後悔の書き方や、村で自分の育ての母親である医者から恩恵を受けているのにもかかわらず、村で権力を持っている奴の民度が低いために魔女だとか非科学的な発言をするクズだとか、そのクズの息子が村全体で主人公一家を迫害をするような、頑張っている人間の裾を引っ張る行為を行うことに対して、地頭の良い主人公がこいつが一人いるだけで周り全員に悪影響が伝播し、結果、村全体が卑屈になるから排除しなければならない、といった合理的な洞察力や行動力にあんこが震えました。大体20人規模の人族がグループ化すると必ず一匹こういうクズが紛れ込むのぜ。優秀なリーダーならこのクズを素早く発見しさっさと排除することでグループ全体の心理的安全性が高まり、結果グループ全体の QOL が上がるのぜ。カトリックの内部に侵入して3年間ありとあらゆる理不尽に耐えながら、仲間を増やし自分たちが牙を隠していることをバレないように抗う様が最高に面白いです。友人たちが全員拷問にかかってしまうところで外部からの助けに対して、主人公なら外部の助けがなくても生き延びることができるといった信頼感や、そういうシナリオは本当に頭が良くないと描けないよねって部分にあんこが震えました。この作家は他にもバトルグラウンドワーカーズも書いているんだけど、そっちもおすすめなのぜ。6巻でサクッと終わりますし、超絶面白いのでとてもおすすめ。